こんにちは。あ、どうもこんにちは。西浦達夫さん、どうもこんにちは。ザッページ大阪です。ありがとうございます。どうもす。西浦さんとしたらやっぱり高校野球の歌、あれはもう大体、いつぐらい、もうどれぐらいになりますっけ。28年、1987年から。はいはいはい、はい、そうか、時という歌ね。そうです。瞬間と書いて、一番最初の CD だったんです。はい、あ、そうですか。もうそこからずっと、はい、歌ってこられたんですよね。はい、で、あ、で昨年一応一つの区切りということで、はい、あ、そうでしたか。卒業させていただきました。そうですか。あの、まあ、ちょっと少し経ちましたけど、はい、その気持ちっていかがですか。あの、また第二の人生が始まって、はい、自分の中でしっかり しないといけないな。60なんですけど60で第二の人生ってかなり自分とすればしんどいなとは思う気持ちもあるんですけど、はいはいはい、でも反対にね、うん、自分の歌が自分を勇気づけてくれるようにも感じてるんです。あ、でなるほど。それに対するその皆さんのお褒めの言葉がね、うん、また自分を勇気づけてくれてるかなと思いますね。あ、なるほど、はい、そうですか。で最近であの若い方々と、はい、バンドを組まれてるって話もありましたけど、そうなんです。若い子とねバンドを組んでこう一緒に練習とか話をしてると、うん、まあ若い子はどう思ってるか分からんですけど、自分はもう全く年の差を感じないんですよ。あ、で もっと言えばもう、まあタメ口ではないですけど、はい、英語を使ってはくれるんですけど、はい、でも彼らもあんまりそういう違和感を感じてないと思ってるんです。あ、なるほど。で、あのお互いにこれがすごい僕のとすれば重要なんですけど、はい、お互いに自分の技術をちょっと棚に上げて、はい、お互いの、うん、あのダメな点を言い合いするんですよ。だから若い子にもどんどん俺に言ってくれ。あ、はいはい、だからこの年になると若い子の意見を自分で受け入れたいっていう気持ちが、はいはい、耳に従う、講師のね、はい、耳に従うっていうので、その若い子の意見を入れて自分がもしそれをできるようになったとしたら、うん、次のステップいけるんやって思えるんですよ。あ、なるほどね。それがねこの年になるとあの本当やと思えるんです。ちょっと前まで何を言っとるやと若いやつが何を言っとるやという感覚もあったんです。あ、なるほどね。でもあの講師の言葉は本当に正解だなと。なるほど、あのこの年になると耳が従うようになるっていうんですかね。なるほど、はい、そう思います。そうですか。